はい、プレイボールどうも野球人です。で、今回はですね、第一次戦力外期間が終了いたしましたので、その中からですね、他球団に需要がありそうな野手というところをですね、チェックしていきたいと思います。はじめに言っておくとですね、今回平田選手と松田選手は入れておりません。それ以外の選手を見ていきたいと思いますので、それではご覧ください。どうぞ。はい、一人目は中山翔太選手、プロ4年目ですね。出身地は大阪府、1996年9月22日生まれ、26歳。185センチ95キロ、ポジションは外野右投げ右打ちの選手です。2018年ですね、ドラフト2指名、法政大学からヤクルトに入団しました。今季年俸1200万円ですね。1年目から積極的に1軍で起用されると、35試合で打率2割8分9厘5ホーマーを記録。飛躍を期待された2年目はスタメンの使用は少なかったものの、代打として活躍し、球団タイ記録となる月間3本の代打本塁打をマーク。しかし、3年目となる昨年は不振に陥り、プロ入り後で自己最低となる9試合のみの出場に終わります。そして今季も1軍で出番がなく、2軍での調整が続き、第1次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないと発表されました。はい、中山選手ですね。まあ、法政大でね、活躍したスラッガーでございます。ヤクルトでも1年目からですね、しっかりと結果が出ていたんですけれど、そこからね、右肩下がりという状況でございました。で、通算成績見ていくと、73試合で2割5分6厘、156打数40安打9ホーマー。BBK 0.13、出塁率2割9分9厘、OPS 0.761 ということで。まあ、こう見ると、打席数っていうのはかなり少ないなっていうふうに思うんですけど、ホームラン9本打ってますし、OPS も 0.761 ということで、まあ、1軍でね、活躍していた時期っていうのは、まあ、少なからずある選手かなというふうに思いますし、そういう意味ではですね、まあ、一発が期待できる選手なのかなっていうふうには感じます。で、ただ今季はですね、1軍での主張がありません。で、2軍ではですね、85試合2割2分4厘、205打数46安打4ホーマー28打点、BBK 0.63、出塁率3割4厘、OPS 0.646 ということで、まあ2軍でもね、なかなか結果が残せなくなってきた今季ということでございました。まあコロナ禍でですね、ヤクルト1軍が苦しむ中で、なかなかね、こう、上に上がれないっていうところもあったので、リリースされるだろうっていうふうに思っておりましたが、まあ実際ですね、そうなってしまったと。まあただ中山選手に関してはね、やっぱこう1軍で活躍していた時期もありますし、まあ右の外野が薄い球団ならね、こう、獲得に動くっていうところもなくはないのかなと。年齢的にもね、まだまあ20代半ばというところで、まあまだね、こう若い部類にも入ってくるのかなっていうふうには思いますので、球団によっては、こう魅力的に、見えてくるところもあるのかなっていうふうには感じますが。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いては渡辺勝選手ですね。プロ7年目。出身地は神奈川県、1993年10月14日生まれ、28歳、172センチ78キロ、ポジションは外野、右投げ左打ちの選手です。渡辺選手はですね、2015年育成ドラフト6位指名ですね、東海大学から中日に、初め育成選手として入団いたしました。今季年俸は900万円、昨年は680万円ですね。育成入団ではあるんですが、1年目から2軍で好成績を残し、3年目のシーズン終了後に試合が契約を結ぶと、翌年に初の開幕1軍入りを果たしました。その後は2軍では打てるものの、なかなか1軍での結果につながらず、使用数も増えない期間が続いておりましたが、それでも昨年は自己最多となる48試合の使用を果たします。しかし今季は若手外野手の台頭もあり、主に2軍での調整が続き、第1位戦力外通告期間で来季の契約を結ばないと発表されました。はい、渡辺選手ですね、まあ、非常にこう2軍での実績が豊富な選手でして、2020年にはですね、153打席ではあるんですが、2軍で打率3割9分2厘ということで、まあ、非常にですね、まあまあ状態が良かったんですよね。ただなかなかね、こう1軍で結果がつながらないということでございました。まあ、ただ去年もね、48試合で、134打席1軍で出てはいるので、まあ、一軍でのですね、実績が全くないというわけではありません。で、通算で見ていくと、104試合で打率2割、170打席で34安打2ホーマー、4盗塁、OPS 0.506 という成績でございます。で、今季に限るとですね、10試合で打率2割2分2厘、9打数2安打、OPS 0.444 ということで、まあ、今季はわずか10試合の主張のみに留まっていたと。で、2軍では76試合で2割4分8厘、57安打2ホーマー、
9通り BBK0.953L6 は8人 OP数0.712 ということですね。はい、まあ、今季もですね、シーズンの中盤ぐらいまでは3割くらい打ってたんですけど、徐々にね状態が下がってきたということです。ただやっぱまあ BBK ね 0.95 ということで、まあ、三振数少なくてフォアボールを多く、奪えるというね彼の特徴っていうのはあるんですよね。なので、まあその打力が1軍でも活かせればなっていうところなんですが、ただ中日に関してはですね、まあ、大島選手がいて岡林選手が台頭してきました。まあ、さらに鵜飼選手でアリエルもですね外野に本格的に入ってきたということで、やっぱねなかなか外野の層が厚くなっておりましたので出番っていうのがなかったと。なのでまあこう左の代打としての役割とかですね、まああとねうまくはないんですけどセンターも一応守れるっていうところを考えたら、まあちょっとこう需要があってもおかしくはない選手かなっていうふうに思いますし、こう同じウエスタンリーグで、まあ渡辺選手いいなと思っている球団が獲得してもまあまあ不思議ではないかなっていう気はいたしますが、まあただね年齢がまあもうすぐ29歳になってしまうっていうところはありますので、そこは一番のねかなっていうふうには思いますが、はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて3人目は山下綾継選手、プロ12年目、出身地は北海道、1992年11月16日まで29歳、179cm、93kg、 ポジションはキャッチャー、ファースト、外野、守る、右投げ、左打ちの選手です。2010年ドラフト1位指名でソフトバンクに入団します。今季年俸600万円ですね。ソフトバンクにドラフト1位指名され入団し期待されるも、なかなか一軍出場が叶わず、2017年に楽天イーグルスにトレード移籍、そこからは主要機会を増やし初本塁打も記録、しかし20年に戦力外通告を受け楽天を退団、昨年中日と育成選手として契約し6月に試合化登録をつかみ取るも、1軍でなかなか出番がなく、そして今季も主に2軍での調整が続き、第1次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないと発表されました。はい、山下選手ですね。まあ、以前登録名は綾継選手だったんですけど、まあ、ソフトバンクに1位で入団するも、なかなかちょっとね、活躍できずに楽天、中日と転々としていたんですが、まあ、今回ですね、2度目のリリースということになりました。で、見ていくと、通算成績は144試合で1割8分9厘、46アンダー、6ホーマー、OPS0.510 という成績でございます。で、今季はですね、20試合に主将1割3分、23打数3安打1ホーマー、OPS0.428 と、ホームランがね、1本出たんですけれども、なかなかその後が続かなかったということでございます。で、2軍では53試合で2割6分4厘、39安打5ホーマー、OPS0.722 ということで、まあ、打点のウエスタンリーグで、キャッチャーとしてはそこそこ打っているのかなっていうふうに思います。まあ、キャッチャー以外にもファースト、外野もできるですね、ユーティリティ性っていうのも備わっておりますので、まあまあそういうところを考えれば、こう、キャッチャーの、層の薄い球団であれば、こう、需要はなくもないのかなっていう気はしますよね。こう、第2、第3捕手がですね、薄くて、まあそれプラス、左の代打としての活躍もね、まあある程度はこう期待できそうな選手と、2軍ではそこそこ打っておりますので、まあ1軍でもですね、まあそこそこ、こうマスクをかぶっている時期もありましたので、そういうところを考えると、まあまあ山下選手、中日はねなかなかちょっと、まあどっしり木下選手がいて、で、若手もですね結構いい選手とかもいたので、ちょっと出番がね、なかったなっていう感じではありますので、まあそこにね移籍すれば今よりこう出番が増える可能性もゼロではないのかなと。ただまあね、楽天で出番がなかったっていうところを考えると、そこも難しい気もしないではないですけれども、まあ果たしてどうなるかと。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて4人目はですね、宮田北斗選手、プロ3年目の選手でございます。宮田選手はですね、鹿児島県出身、1997年12月2日まで24歳、177cm、 75kg、 ポジションは外野、右投げ、両打ちの選手でございます。2019年育成ドラフト1位指名ですね。福岡大から日本ハムにですね、育成ドラフトで入団いたしました。今季年俸550万円ですね。育成選手として入団すると 50m5 秒7の俊足を生かして、1年目から2軍で少ない打席数ではあるものの、打率3割中9厘、チームトップの13盗塁をマークします。2年目の昨年も順調に活躍を続けると、8月31日の危険ギリギリに試合が登録を勝ち取ると、1軍にも主張し2盗塁を記録しました。しかし今年は怪我などもあり、2軍でもなかなか試合に出場できずに、第1次戦力外通告期間で来季の契約を結ばないと発表されました。はい、宮田選手に関してはですね、こう足がねめちゃくちゃ速い選手で、まあ、外野守備もうまいですね。まあ、2軍の UZR とか、まあ、少ないねこう守備機会なんですけど、まあ、結構いいものが出ておりますので、まあ日本ハムファンからすればですね、まあ、この選手が切られたのかという驚きもあったみたいなんですけれども、
で見ていきましょう。で通算成績はですね、1軍では実績少ないです。11試合で打率1割1分1厘9打数1安打盗塁2つ OPS 0.222で、今季はですね6試合のみ打率1割4分3厘7打数1安打 OPS 0.286 という成績でございます。ただね、今年2軍では31試合で2割8分3厘60打数17安打1ホーマー6盗塁OPS 0.706 ということで、まあ、怪我とかね、いろいろあって、試合数は少ないんですけど、まあ、ある程度ね、打ってるんですよね。今年も2割8分3厘と。で、去年も2軍でですね、154打席で打率2割7分7厘。で、20年もですね、打席数104打席ではあるんですが、打率3割1分9厘ということで、まあまあ、しっかりとね、毎年、ある程度のアベレージっていうのは残している選手と、まあ、それプラス足速くて、まあ、守備もそこそこね、できるっていうところなんですが、日本ハムだとちょっと磯畑選手と、まあ、タイプが被ってしまうので、まあ、リリースされたんじゃないかということが言われておりますが、まあ、ですが、宮田選手ね、育成枠なのでこのタイプがいない球団ならですね、まあ、結構あれなんじゃないかなっていうふうには思っております。でやっぱ宮田選手ね、育成選手出身ということもあって、まあ、まあこういうタイプの選手っていうのが育成からねよく出てきますよね。まあ、ただこう育成枠でこういうタイプを抱えていない球団っていうのも当然あるわけでして、まあそこでね、しっかりと守備走塁ができる、まあ年齢もねまだ若いですし、そういう選手を求めている球団であればこうフィットする可能性もありますし、育成からですねこう契約してみたいなことも全然可能性あるのかなっていうふうには思います。まあただ一個あれなのが、もしかしたら日ハムが育成再契約をねこう持ちかける可能性もまあゼロではないのかなっていうふうに思いますので、その辺がどうなのかなっていう感じはいたしますが、まあまあ宮田選手どうなるのかと。はい、では続いて見ていきましょう。はい、続いて5人目は川島慶三選手、プロ17年目ですね。出身地は長崎県、1983年10月5日まで39歳、171cm、74kg、ポジションは内外や守る右投げ右打ちの選手です。2005年ドラフト3位指名で、最初はですね日本ハムに入団します。で今季年俸3500万円。日本ハムではなかなか出番をつかめずに3年目のオフにヤクルトにトレード。その後ショートとして頭角を現し、2009年には規定打席にも到達します。しかし翌年以降は怪我もあり主要権が減っていき、2014年にトレードでソフトバンクへ。移籍後はフル出場ではないが、毎年しっかりと成績を維持し活躍するも、昨年戦力外通告を受け楽天に移籍しました。しかし楽天ではなかなか主要権を得られずに、2年連続の戦力外通告を受けることとなってしまったということでございます。はい、川島選手ですね、いろんなね球団転々としている選手なんですけど、今季は楽天に所属しておりました。で成績見ていきましょう。886試合で2割5分1厘1928打数の483安打38ホーマー OPS 0.692 という成績でございます。まあ、しっかりね1軍で実績あるプレイヤーということがお分かりいただけるかなと。はい、ですが今季の1軍成績は12試合で1割3分6厘22打数3安打1ホーマー OPS 0.492 という成績でございます。はい、で今季ね楽天に移籍して、まあ、楽天側もねある程度こう活躍っていうのを期待して取ったのかなっていうふうに思うんですけど、なかなかこう、結果っていうのが1軍で出ずということでございました。わずか12試合のみの出場と。で2軍ではですね39試合で2割1分7厘、69打数の15安打ホームラン0 OPS が 0.560 ということで、まあ、2軍でもねちょっと活躍ができなかったのが今季だったのかなというふうには思います。はい、で川島選手に関してはねこうベテランがいない球団などには需要もあるのかなっていうふうに思います。こう戦力外通告ですね発表された時にはですねちょっとこう引退じゃないかみたいな報道も出ていたんですよね。なので私ねこう戦力外通告の動画で、まあ、引退というふうに言ったんですけど、その後ねこう川島選手本人からまだまだ現役続けるよということが発表されました。まあ、本人的にはですねまあまあやっぱまだ現役で続けたいっていうところではあるんでしょうけど、まあこの成績だとなかなか厳しいところもあるので、やっぱまあ迎え入れるとしたらこうコーチ兼任とかそういったですね待遇にはなってくるのかなっていうふうには思いますが、ね、まあベテランがですね一気に抜けた球団というのがちらほらありますよね。なのでもしかしたらそういう球団にはフィットする選手なのかもしれませんね。プレー以外のところでもですねしっかりとねこう役割を全うしてくれるのであれば面白い選手なのかなというふうには感じますが、はい、では次は最後ですね見ていきましょう。はい、最後6人目はエスタミユリエナ選手、来日3年目ですね。出身地はドミニカ、1999年5月27日まで23歳、183cm、79kg、ポジションは内外や守る右投げ右打ちの選手です。2016年アマチュア FA で MLB 入り、今季年俸は約990万円ですね。16年からツインズ傘下のマイナーでプレーするも19年に自由契約に、
そのオフにドミニカで行われたトライアウトに合格し、巨人と育成契約を締結。1年目から2軍で好成績を残し、9月に試合が登録され、1軍出場も果たしました。しかし2年目の昨年は状態が上がらず、2軍でも成績を落とし、オフに再び育成契約に。そして今季は2軍で打点王を獲得したものの、試合が昇格はなく、第1位戦力外通告期間でリリースということになってしまいました。はい、ウレーニャ選手ですね。まあ、巨人がね、こう、育成枠で獲得していた選手でございまして、1回試合下になったんですけど、またね、昨シーズンのオフに育成に戻ってしまったということでございます。で、見ていくとですね、NPB 通算で15試合で1割3分、23打数3安打0ホーマー、OPS 0.330 という成績でございます。はい。まあ、こう見ていくとですね、なかなかね、1軍では結果が出していなかったのかなっていうふうに思うんですが、ただこう、試合数っていうのも15試合しか使ってもらっていないので、まあ、そもそもね、こう1軍での、使用機会っていうのが少なかったのかなっていうふうには感じますが、で、昨年の2軍成績86試合で2割4分9厘、72安打10ホーマー、OPS 0.717 ということで、20年はですね、OPS 0.8 を超えていたんですが、21年は2軍でもね、こう成績がちょっと下がってしまって、で、育成契約にまた切り替わったということでございましたが、ただ今季はですね、2軍では82試合で、251打数の68安打、12ホーマー、57打点、OPS 0.828 という成績でございました。はい。またね、今季はぐっと成績を上げてくることができました。率もね、ついてきましたし、何より57打点っていうのはですね、イースタンリーグ打点王ということでございました。まあ、ただ、リリースということになってしまいましたね。まあ、こう、ウォーカーの活躍っていうのが、やっぱね、ウレーニャ的にはきつかったのかなっていうふうには感じますが。で、まあ、このウレーニャに関してはですね、やっぱこう、需要はあるとは思うんですよね。まあ、なので、こう、第2のバルディリス的な存在になってくれればな、という。阪神、オリックス、DeNA に所属したですね、バルディリス選手。阪神の育成では活躍できなかったんですが、そこからですね、岡田監督がオリックスに移って、引っ張ってきて活躍してという経緯でございました。なので、ウレーニャもですね、育成選手から、こう、這い上がっていく選手に、なってくれればなというところなんですけれども、やっぱこう、需要は間違いなくあると思います。今ね、こう、円安の傾向にあって、他のね、助っ人っていうのもなかなか取りにくくなってきましたし、MLB の最低年俸も上がっていると。そうなった中、2軍でね、ある程度打撃成績残しているウレーニャ、しかもめちゃくちゃ年俸が安いということになれば、育成契約であってもですね、こう迎え入れる球団というのは全然あるんじゃないかなっていうふうには思いますので、もしかしたらですね、今年の野手の中ではこのウレーニャが一番、注目株の選手なのかもしれませんね。はい、では今日は以上でございます。最後ですね、さっとまとめて終わりましょう。はい、ではですね、今日見ていった選手をまとめていきましょう。ヤクルトの中山翔太選手、中日の渡辺選手、中日の山下選手、日本ハムの宮田選手、楽天の川島慶三選手、そして巨人のウレーニャ選手ですね。3選手ご紹介いたしました。いかがでございましたでしょうか。20代の選手プラス川島慶三選手というね、面々ということで、正直野手に関してはですね、現役ドラフトも今年ありますし、なかなかね、こう、あんまり切ってこなかったんですよね、各球団。DeNA、ソフトバンクなんかですね、結局戦力外ゼロで終わりましたから。なので、ちょっと面々としてはですね、そこまで、めちゃくちゃ、打ち用の高そうな選手というのは、多くなかったんですけど、その中でもこう何人かですね、いいんじゃないかっていうふうに思う選手が、今いましたので、今回ご紹介いたしましたが。で、どっちかというと、ピッチャーの方がね、こう魅力的な選手多いなというのが第一で、戦力外だったのかなっていうふうには思いますので、またね、ピッチャー編もやりたいと思いますので、良ければですね、ちょっとコメントなどいただければ嬉しいです。野球人でございました。せーの、ゲームセット。ありがとうございました。